セカンドシーズン第8回戦出場選手の入場です。アルマダイナム森本レオコ、わらび餅毒舌、さまざまな呼び名があるベテランライター、ダイナムが誇る肝っ玉母ちゃんが軟弱な男たちを蹂躙するのか。 Gステーションヒーローズ平山、ファーストシーズンの個人成績は6位、パチンコなら彼女の右に出る者はいない。今シーズンも5万発を目指す。ガーデンユナイテッド非現人、バラエティ枠筆頭だと思われているがそうではない。実戦は楽しくがモットーの大ベテランが本気で勝ちに行く様を見届けろ。非行なサンクスガット石神、あまり知名度のない班長のコスプレがこのチームに加入したきっかけとなった。 G パワーでこのチームを救えるのか。イレブンリーグ第8回戦、イエーイ、イエーイ、イエーイ、声出てるぜ、声でかいっすね、イエーイ、でかい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 。今回はですね、ダイナム相模原店で収録ということで、はい、ダイナムチームのホームでございます。イエーイ、まあ日本全国のバチアがホームですけどね。声がでかすぎる。俺ちょっとやめましょう。じゃあガットさん面白くないんで、でもほらすぐ言う、別番組もうお前らここの早い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 、いけガットさん早いって。もうあの平山とヒゲさんが今回あのセカンドシーズン初登板ということで、また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 ね。ちゃんとヒゲ人って気づいてます？俺めったに長ズボンとか履かないからやっぱアレンジしすぎでしょ。もうね死んじゃう、死んじゃう。俺長ズボンじゃないじゃん。始まる前までずっとこうだからもう平山どうですか意気込みは。今日じゃないです。は普通もっとなんかやれますみたいなこと言うんだよ。あるよね。そう今日じゃない。いやふざけんなってますさ。ふざけてますよ本当に。ふざけてるよね。そんな気持ちはね、戦っていけないから本当に。いや一回5万発出せばいいんで。ほらほら。ね、毎回5000発マイナスで10回目に5万発出すよ。そうそうそう。今日じゃない。一人7回ぐらいあるんでしょ。一人7回ありますけど。一回分だけでね。今の回なめんじゃねえっつってな。今じゃないよ。言うけど D ス最下位だからね。大丈夫だから。大丈夫。一回出すから。本当どこからその自信が羨ましいこのメンタル。平山が何て呼ばれてるか知ってる？うん、LT の女王。本当に一回も言われたことない。一回も言われたことない。本人ガチャガチャ何て言われてるか。あんまりラッキーとか打てるとこ見たことない。何て言われてる？LT の女王。ほらーほらほら。もういいですか次って。まだ進んでいいですか。マジでやめてほしい。いやじゃないんですよ本当にヒゲとデブの二人で本当に。もうちょっと今日強いななんかいろいろ。ちょっとイエイじゃないのよ。ヒゲのデブメガネなるぐらい。面白い番組だねこれね。待て、あの過去スリーセブンで僕もう3回目なんですよ。8000にして、こんな空気ないっす今まで。もっとピリついてますよ。もっとピリピリした。私も2回目なんですよ。水飲むだってもう今話してるんだから。まあ熱中症にはね、気をつけた方がいいんですけど。ということで。はい。ということで。じゃあ皆さん、気合い入れて、今日も大発戦、頑張っていきたいと思います。はい。イエーイイエーイ、バラバラぐらいが個性があっていい。多様性。いいよ。3-7 リーグでは6つの法人チームが全44回の実戦を行い、トータルの獲得ポイントが最も多かったチームが優勝となります。実戦時間は6時間、パチンコ、パチスロどちらの実戦でも可能です。パチスロは1枚につき1ポイント、パチンコは5玉につき1ポイントで計測します。実戦バトルは6チームのうち4チームから各1名ずつが出場。チームが所属する店舗での実戦はホーム扱いとなり、ホームチームは 1.5 倍のポイントとなります。また実戦時の順位に応じてボーナスポイントが加算されます。1位が1000ポイント、2位には500ポイントが与えられます。そして4位のみ500ポイントが減算となります。こちらのボーナスポイントはホームポイントが適用されません。また各チーム2回ずつのチーム戦が行われ、こちらの実戦でのポイントは 1.5 倍となります。さらにシーズン中に2回のルーキー実戦があり、6名で実戦が行われます。こちらは3枚数のポイントではなく順位ポイントのみが加算されます。栄えある優勝に輝いたチームには総額318万5000円、準優勝チームには総額103万円が進呈されます。そしてシーズンで最下位となってしまったチームは3-7リーグから脱退となります。
トさんっていくつなんですか？36です。え、私と一緒。あ、同い年なの？まんまや、サムだ、サム。サム、サムって何？サム。サム。もういいって、もうサムとかもう。え、なん、ちょっとノリ悪くないですか？いや、ノリ悪くな、悪くな。ノリを良くする魔法をかけよう。えいもう全部負けるからやめて、もう本当にやめて、もう。えい痛い。でもなんか前回とちょっと雰囲気違くて、ちょっとほっとしてます。ほっとしてるんですけど、逆に言うとなんかちょっと気が緩んでるんで、ちょっとやばいなっていうところではあるんですけど、3位と4位結構差があるので、割とちょっとおおらかにやれるかな今日はっていう。あ、まあホーム戦ではあるんですけど、そこまで意識しないでやろうかなと思ってます。さあ、この後抽選でございますけども、いつもは一番後ろに並ぶんですが、今日はすごい前の方に並んでいます。理由は簡単、扇風機があったから助かるね、こういうのね、室内はこもるから。まあ金曜ですからね、平日だからそんなにじゃないですから。あと10分あるんで、前回が250以来ぐらいだったのかな。だから今回は増えるでしょうから、まあ300と予想しております。僕は300だったらこの店舗のね、設置機種見たんですけど、ビールでも多分大丈夫です。正直怖いです。あとはでも今日もっとそういった意味ではね、前回僕第7戦の結果が良かったもんで、それ考えたらもっと逆に緊張するかなと思ったんですけど、ヒゲさんがいい具合に空気全部変えたんで、やっぱヒゲワールド健在だなっていうところですね。ただヘラヘラ笑ってるのも今のうちです。3-7リーグはそんな甘くないです。前回優勝してる平山もそうだけど、まあ、つまんないだなんだ言ってるけど、今に見てろよ本当に。創業日7月25日、もうすぐ、もうこれ流れてる頃には過ぎてるかもしれないですね。25日です。いくよ、いいっすか、せーらら、ーいプオホープオホーイースター中途半端。ほら、いや、あら、ぼちぼち60番、全然前の方なんで、いい番号だと思います。いい番号かつちょっと前の人の動きも見られるんで、ベストなんじゃないかと思います。お、悪くない。私の抽選番号は47番。多分200人くらいいたので、そう悪くはない。でもゆっくり見る余裕はありそうです。狙いはちょっとパチンコで行かせていただきたいと思います。行きましょうか。行きます。はい、前回よりもちょっと悪い番号で、狙いで取るのがすごく不安なので、ちょっともう一回練りたいと思います。ちょっと参ったなこれな。何番でしょう？ガットさんの番号を予想しましょう。ガットさんの番号は121番。どう大きい声で違う。121番、大きい声で違う。121番は僕でした。てってりー。もう103です。103引っかかった。引っかかってない。いやもう全部自分で関係させるのやめてくださいよ。ちょっと、いや120か。ガーデン、わかりました。今日使ってもいいです。いいな、使ってもいいです。じゃあもう使っちゃダメだ今日は。いや使いますよ、それは。それは使いますよ。最終的にどっちのものか決めようよ。ガーデンのものなのか、ガットのものなのか、この G が、ね、怖い、ね、これどっちのものなのか。あれですよ、一生使えないから。グランキックもやもあるんで、除外はきついな。でパチンコは、結構情報を集めた感じだと難しい。ただどの台を打ってもそう悪くないみたいな感じだと思うんで、なるべくボーダーの甘い騎士を狙っていきたいなと思ってます。はーい、戦闘回ここまで歩いてヒゲさんの声ですよ。どこにあんな体力あるんですかね。もう信じらんない。終日あれです。あ、そう、これあれなんですよ、コーナーさんが作ってくださって、これで前回2日前ですね、戦っていい結果出たんで、縁起がいいカラーでございます。
おはようございます。おはようございます。リゼロかな。おはようございます。よろしくお願いします。シャッシャッシャッ。ちょっとアマデジャスルしましょう。後でゆっくり見る。あ、エヴァだったら海かな。え、防御線打つの？あ、良さそうね。角にか。さあ、やってきました。ナイナム相模原店さんでございます。私2度目です。はい、取れない。すいません、遅く取れないですね。ちょっとこれは取れないな。次の狙い台、僕はもうおジャグでござる。あー、取られた。狙い台全部取られたわ。そしたらあんまり人が来てないんだけど、やっぱりみんな狙うとか一緒なんで絞り方合ってると思うんですけど、一応前回の収録の傾向上で打ちます。ガロン打てそうですよね、やっぱり。ガロンにします。よし、ちょっと打ってみます。ちゃんと下見してりゃね、ちょっと打ってみるなんて言葉出てこないんですけど。縛り打ちましょう。これです。セカンドシーズン第8回戦、実戦開始。ガポリラ、ガチャマンボジュニア、氷山、激化さん、バベルのメダルタワーダブルが遊べる。ガポリの夏、メダルの夏、一緒にやろうよガポリ。今すぐ急げ。さあ、というわけで本日1台目はマイジャグ5でございますけども、まあ、取った理由は打ちながら説明していきましょう。とりあえず朝一の店内チェックちょっと見に行きましょう。さあ、見てください。マイジャグ5が満台なんですけども、もうチームメイトから前回の収録時の状況を聞いたらサブ1ぐらいしか朝埋まんないって聞いてたんですけどね。でその中で朝言った通り、僕が狙っていた台は、5台ぐらい絞ってましたけど全部埋まってました。僕が来た時はまだ10人もいない状態だったんですけども、なので基本的には、上げ狙いで大丈夫だと思います。そしてもう一つの特徴としては、収録時に稼働金が、強いっていうのと、その中で最もプラスの確率が高かった台に座りました。行きましょう。で今日も5のつく日なんですけど、5のつく日、ジャグラーの中で一機種だけベラボーに勝率が高い機種があって、それがマイジャグラー5。だいたい5のつく日は40台中の半分ぐらいがプラスで終わってます。これ毎回です。さあ、お隣のコーナーがブブブーと、はい、からくりサーカスでございますけども、昨日の夜、下見にも来ました。うるさいのよ、みんなチームメイトが。来たよちゃんと。でデータを見るだけじゃなくて、最後の方まで打って積もってそうな方、何人かお話聞いたら、からくりサーカス非常に入りやすいって言ってました。対抗のブブブ、このコーナーが明日一番盛り上がるんじゃないですかと予想している方が多かったです。さあ、続いてのコーナー、ここパンパンで北斗なんですけども、昨日下見した時点では初当たり確率が300分の1余ってた1台もなかったんですよ。でもそれでもこれだけ埋まるんで、やっぱり人列で持ってますからね。こういう、お、今日は頑張るかもよって期待できる日だと結構入れるんでしょうね。そして一番本命の台がこちら、モンキーダーファイブ。これ前回も前だったっぽくて、今日もですね、ちょっと打ってる人からここへいただきました。でもうすでに前の匂いがしてるそうです。だから僕は抽選が強かったら、よかったらもうここに来るつもりでした。さあ、打っていきましょう。ガクチークしました。俺大きく勝たなくていいんだ。言われてるのがプラマイ500枚で、まあ、プラスが多い分にはいいんだよ。でもさ、本当は喜んじゃダメなんだけどさ、自分がね、初見できた店の狙い台をさ、常連さんが全部押さえてたってのはなんか嬉しいよね。いやー、積もって勝ってほしいな。
ヒゲさんが朝から水くれるんですよ。本当にちょっとこういうなんか気遣いに今ほだされそうになってるんですけど、これはこれ、それはそれでちょっと臨戦態勢でやりたいと思います。選んだのはですね、あのリゼロの1個前の方です。スマパチじゃない方。スマパチの方はね、やっぱちょっとどうしても荒れすぎちゃうと思うので、まあこれも荒いは荒いんですけれども、こっちをね攻めたいと思います。お店的にもこのコーナー的にポップがあって、これとね大ミニポップがあるので、ダイナムさん攻めるときはこういうの素直に言っていいと思うので、ちょっと鬼がかりからやっていきたいと思います。ちょっとなんかやっぱ緊張しててお札入れるってちょっと震えちゃいますね。頼む、マジで簡単に当たってくれ。本当に先バレのレムちゃんでいきましょう。よし、1台目ガロ、ちょっとすぐ動くかもしれません。ちょっと朝は急ぎたいと思いますけど、これ17個あればいいんで、ガロに関しては。の現行機の中ではこのガロが一番甘いと思ってます。私は勝てるかは別ですけど、今日結果が出るか分からないんですけど、ボーダー的にはこの台が現行機では一番甘いかなと。カスタムは先バレーと、あ、先読みの激アツ、あと先読み出たら当たりです。なんで、先バレになって先読みが来ないと割と外れます。今回ちょっと真面目なんで、手相をなるべく溜めないようにするためにも、ちょっと先読みの激アツを入れさせてもらってます。さあ、気候のサンクス、ワンゲーム TV ガットシロです。本日ですね、こちらもっと千葉寮からスタートしたいと思います。朝狙い台が取れなかったので、まあ、最終的にこちらになってしまいました。さあ、リセットがかかっているのならば 53% で天国チャンス以上と、まあ、人によっては前回僕が1取ってるってのもあるので、まあ、抑えに行ってるのか、ちょっとこの動きどうなんだってのはあると思うんですが、まあ、今回ダイナム相模原店さん、おっと、これスイカフォローですね。ダイナム相模原店さん、森本涼子さんということで、やっぱちょっとパチンコシフトなんじゃないかっていうので、最終的にはパチンコにも移動できるような立ち回りということで、朝一はこちらにしました。ただもう案の定二の矢攻めれるような展開ではないので、まあ、この台でチェリー5回見た段階でちょっと判断しようかなと思ってます。で、朝一はヒゲさんがジャグラ行ったのもあって、ちょっと大きな動きはパチンコ組が出すか、それかやられるかっていう形になってくると思います。なので、まあ、ガーデンはそういった意味では無理しなくてもいいような状況だと思うので、すごい手堅いなっていう感じはしますね。そんな中で前回僕、もう時系列で言ったら2日前なんですけども、1位取りまして、チームメンバーに報告したところ、まあ、非常にメンバーのみんなも喜んでくれたのもあったので、ここはね2連勝を目指してしっかりと結果残したいと思ってます。牛尾さんからもね、おっと飲み行くぞって言ってくださったので、ちょっと飲み連れてってもらうように、まあ、2連勝しっかりと結果出したいと思います。我がチームガーデンユナイテッドはね、本当にみんなね、初スローで勝つのが上手な人が多くて、まあ、ここまで見てもらって、負けたマイナス3枚だったのは、しかもジロちゃんが1回だけ、みんな打ってる人も硬い、まちまちのチームだからこそ、おふざけしてバーンってやってやろうかなと思ったの。お前らパチンコ待つのは3枚だけじゃねえぞと、うーんって言ってくれました。なんですけど、あの真剣なね、まなざしを見ていたら、いや、これはちょっと場の空気、ね、読まなきゃダメだなと思って、135、投資の方が4000円、トンドクレギュラーいいじゃない、単レグスタート、前じゃがね6はいらんもん。一番注目してたさ、レオコポンがリゼロ打ってんのよ。僕前日にあの LT のライトミドルの窓マギ2台入ってるんですけど、1000円ずつ売ってったので、今日2台とも朝一で売ってる人いたんだけど、その人にどうって聞いたら、いやもう昨日俺が1000円帰りね、夜ね売った時に比べてかなりストレスフリーっぽかったんで、早めにあっちに行くっちゅう手もありますけど、まあ、もうちょい打ちたいじゃない、だって遊びに来てくれた人が頼もさったしさ、めっちゃいいや光ってるやん朝からさ。ちょっとオープニングではふざけましたが、チームが今最下位ということで、まあ、救うのは私かなと思っています。まあ、情なんかね、でも雰囲気は全然悪くなくて、
悪くないんですけど、なんか心なしかやっぱ梅屋さんがいつもより気弱な気はします。なんかあんまり気にしないタイプなのかなと思ってたけど、実はちょっとメンタル弱めかもしれないです。寺井くんはでも見た目の通りメンタル弱いんですけど、審査さんはまあいつも通りかな。あんまり前回は高設定を多分積もっていてダメだったけど、まあいい台を打ったということでメンタル的にはいつも通りな感じでした。まあちょっとね20とかなさそうなんで、お、あ、当たった。やった、当たりました。ボタンも出てね、あ、剣だったわ。はい、当たりました。早い、53回転。あとは ST 入るか、入んなくてもこれ時短が150つくんでここでは変わんない。ST 欲しい。あー、普通パターン。これ早い方が熱い多分。あ、ダメだ、上がんない全然。おー、いけた。よっしゃー、目標5連、朝なんで5連とりあえず。はい、賛成。よっしゃー、でもとりあえず早い当たりでお願いします。じゃあもっと千葉リオ、僕初打ちなんですよ。千葉リオ打ったことあるんですけど、朝一ここ引っかかるか引っかかんないか本当に結構重要なんで。あとチームの雰囲気でいうと、嵐さんが膨大な量のデータをまとめてくれてるので、もちろん前回僕がこのダイナム相模原店さんで打った時のデータもそうなんですけど、まとめくださってたので、まあ、今日狙い台は結構はっきりと絞り切ることができたんですよ。まあ僕の中でちょっと2連続で北斗行っちゃってるのもあったので、まあ、3回連続はちょっと思んないかなと思ったんですけど、北斗にもちゃんと狙い台はありまして、まあ、そんな中で北斗も含めバルブレイブ、その他バイオ、鬼武者までもですね、狙いのところが取れてなかったので、まあ、そういったところでは、まあ、若干悔しい部分はありますけど、まあ、僕より早い番号の人たちがそこ座るということは、まあ、何かしらの結果が見えるのかなとは思ってます。さあ76ゲーム、これ5回目のチェリーになります。さあここから前兆に行っててくれると嬉しいんですけど、いやこれはいないか。さあ、3戦だけだったところで5回1エリー引いた後の、挙動を見た感じ前兆にはいってないと思うので、一旦次の台を探したいと思います。でも今のところちょっとチーム的にはいい位置にいるんで、なんとかね、1、2、3がねすごくね、ちょっとまあ今トップで抜けてはいるんですけど、ヒデピさんが割とパチンコで出して頑張ってるっていう印象があるので、やっぱねガツンと攻めるときはやっぱパチンコが攻めないとっていう気持ちがなんかちょっとやっぱ思いましたね。でもしんのすけさんがねからくりったりしてるので、割とチーム的には攻めてるチームかなとは思ってます。で未だにしんのすけさん LINE 始めてないんですけど、自分たちが出てない収録でも結果をそのモロゲンさんが共有してくれて、でみんなで、あ、なんかこの店はこういう、なんだろうな、状況というかこういう攻め方がいいんだねみたいな傾向を今ちょっとこうみんなでこう把握して情報共有している段階って感じですね。でも本当に雰囲気はいいんですよ。何がいいっていうのは、なんだろう、あんまりこの温度差がないことと、あとルーキー枠で黒瀬るいちゃんがいるんですけど、黒瀬さんが全く萎縮してないっていうのがやっぱすごい雰囲気いいなと思ってて、実際に収録現場にこう出ることは私たちに比べると少ないんですけど、それでもその本戦の方のその傾向とか
頑張ってくださいって応援とかも黒瀬さんもすごいしっかりしてくれて、全く他人事じゃないっていう感じがね、私すごい雰囲気いいなと思ってるし、ルーキー枠の子がこんなに伸び伸び発言できるっていうのは、まあ、本人の、まあ、その性格もあるとは思うんですけど、多分チームの雰囲気がいいからだろうなとは思ってます。で、しんのすけさん一緒多分 LINE やってくれないと思うんですけど、それもそれでなんかちょっと面白くてありみたいな雰囲気になってるんで。で、シンプルモードなんで先読みが出れば 50% きた、当たれ、当たってしまえ、あ、普通の剣、発展はすると思います。普通の剣なんだよな。よしとりあえず一発添えたんで気楽です。あ、ああよし、ああいける、ああ熱すぎます。いや、これ大丈夫。いや、ああ、ですよね、ですよねそんなはずない。ティーホクトか、ここまだ早いんで、ちょっと攻めちゃいましょう。防御性いきます。早くもですけど、私パチスローをやめまして、パチンコでの勝負となっております。まあ、正直パチンスローで戦いたかった部分あるんですけども、今日稼働も非常に多く、朝一取った台がやっぱリセット狙いっていうのがあったので、まあ、ちょっとこの防御性にしました。で、前回も防御性お店のおすすめ機種になってて、今回も同様変わらずだったので、まあ、狙いそうだなと思ったところでこの台にしたのと、まあ、うちの気候なサンクス、この望郷性にはだいぶ辛酸舐められたようなね、展開ですので、まあ、ここで僕がきちんと出して結果出せたらなと思っております。で、加えてですね、現在、まあ、平山さんがガロ打たれてて、まあ、レオコさんがキュウリゼロですね。これ3人パチンコなんですよ。3人、ヒゲさんがマイジャグラーじゃないですか。確かにヒゲさんの位置で考えたらそんな無理しなくていいかもしれないですけど、パチンコ3人はこれだいぶプレッシャーになってると思うので、まあいつまでもダラダラジャグラー打ってられるかっていうところで、ちょっとヒゲさんを引きずり出す意味も込めてパチンコのこの防御性にしました。私いいじゃない、もう今飲みたいわ。もう赤ワインいただきました。これ祝杯にするわ今日出して。ちなみにね、前日のデータがね、まあ、口で言います、ね、7532回で回ってビッグ、28のレギュラー22っていうね、150分の1、まあ、中間かみたいなこれでガックンしてんだから。マイジャグもブドウ確率アタックスは結構気にします。でもちょっと待てよ、基本上げで全部いけてるから、上げ狙いできる台が空いたらもう移動しよう。まあこれも664も上げ狙いできます。これはジョブレンのおじさんが座ってましたね。もうこれも4の3でしょ、めちゃくちゃいいでしょ。662も、まあ4日間はマイナスなんだよな。1週間でプラスだったのが1回だけ。これ前代データまとめてきたんですよ赤がマイナスね。で、次の狙い台がね、埋まってるって言うの、これ690、ちょっとレギュラーついてないけどね、まあ、ビッグは引けてるよね。覚えておいて、最終的にどうなるか。で、みんなが覚えてくれて、みんなもね、このダイヤモンド坂面やれて遊びに来た時に勝てるようになってくれたら一番いいんだから。今日カードがね、全然なのよ。レギュラー引けてないから移動しよう。そうします、移動します。さあ
行きましょう。2代目もマイジャグラー5。空いてる台の中でマイナスをこさえてる日数が多かったからもうね5日以上、きっちりへこんでる台は全部当たってます。レギュラーついてます。さあ前のマイナスの上げ狙いでこれはもう間違いないです。こいつはちょっと足りてないかもしれない。なんもない。お、これはガセルかな。ジャンバ券があったらめっちゃ熱いんですけど、なんかそんな連チャンする感じじゃないな。この SP は終わっちゃうな。まあ、ただ持ち玉ができたんで、ダメです。10番も取れてません。3連ヘボイ、ひとまずでも当たってくれたんでいいか、よかったですね。だから前回は負けちゃいけないっていう気持ちだったんですけど、ホーム戦でもないしちょっと初めてだったんで、とにかく負けちゃいけないと思ってたんだけど、今日はちょっと本当に勝ちたいですね。こんなに何も喋らず黙って打つ収録マジでないっす、ね、でもなんか喋れないんですよ本当に。でも今日はねどっちかというと、そのもちろん周りの人の出玉状況によって台移動したりはしなきゃいけないとは思ってますけど、周りの人がどうっていうよりも自分の 1.5 倍のポイントの方がやっぱちょっと意識がそっちに集中しますね。ちょっと本当にこの間よりは全然今日の方が勝ちたいです。早い早い。3個目の保留ですね。保留変化せず、ただ光ってますよ。この次の保留です。19回転目。さあ剣を赤、これはあれだ、ゾーン行くのかな。さあ一応いきなりフラッシュ 50% あるので、いきなりフラッシュ自体は早かったな。さあ1転敗、法則的に1は何もないのでね、まあ、いきなりフラッシュが鳴った時点で、あ、真剣バトルまではいくと思います。現状赤緑か、緑スタートか、まあ、ここは突破して真剣バトルですね。マジ幸先だたりでお願いしたい。ここ赤、黄色か。ここシンサウザー以外だったら、シンサウザー以外お願いしたい。あーない、ここにチャンスアップ、サウザーか。今のところ正直弱いです。いかないね、これはちょっと厳しいかな。一応画面のシェイクありましたけど、あー緑、これは弱い、これは弱いっすね。さあ間違い起きろ、間違い起きろ、いかないか。しょうがないです、こればっかりは。いやでもこれ流れではね、パチンコは僕オカルトですけど流れだと思ってるんで、3-7 リーグで打ったね、北斗の LT も結果的に良かったんで、 70% 継続であの連かましたんだったら、この辺 75% ですから、あれくらいはいきますよ。もうちょっとね台を動きます。海がやっぱ一番回ってそうではあるんだよな。
海がいいかな。あれなんか緊張してきたんだけど緊張してきたよ俺。えジャグでこんな息苦しくなるよパチスロって。えちょっと手汗出てきたけど、やべえやべえな。あの事前情報と違うんだよな。えもうちょいジャグらしと少なくて動けるって聞いてたんだけどな前回より朝の抽選人数少ないのに、どうしてどうして。これがスリーセブンリーグ無事。あとは他のメンバーを見に行ってみましょう。何もううろちょろしてんの。もう積んだんです。割とどうしようかなと思って、ね、俺もねジャグラーの絞ってた狙い台全部埋まっててね。あららら、もうそれっぽい人が打ってるからね。みんな積んでますね。なんかちょっとゆっくり立ち回っていこうかな。そうですねあらカットさんもパチンコってんだ。もう2000ハマりだよ。もう怖いこと言わないでくださいよもうヒゲさん、ジャグラーは今どうですか。あれね、あの狙い台全部埋まってってちょっと路頭に迷ってるなんかあのジャグさ、はい、朝一3分の1ぐらいしか埋まってないって言ったの。そうそうそう、ね、フル稼働なんだけど。あのヒゲさん行ってマジですぐ埋まりました。あ、そういうこと、はい、俺のせい。いや、わかんないです。でも今日はパチスロの動きが前回よりも埋まり早かったです。全部僕も狙い台埋まってたんで。やっぱりじゃなきゃあそこ行かないもんね。そうですよ、だからリセット狙いですもん。でリセットかかってる台あったんですけど、俺かかってないからやめたんですよこすいでしょ、じゃあみんなちょっと今日は右往左往した回になってますな。いやちょっとなかなか珍しい回だと思いますよ。みんなでしゃぶしゃぶでも食べ行こう。いいっすねみんながっぷり四つ、一人も抜き出てないんで、それは一つ安心します。安心しろよ、楽しんでるって人が多い方がいいもん。動画なんて番ゼロが良さそうなんだ。あ、出てんだ。あ、じゃあ全員あるかもね。今日新之助さんいないからねえ、番ゼロがもう前ぽいっすねって。いや、こんなに朝早くジャグラー手詰まりになると思わなかったな。いやー、舐めてたな。これまででも始まってから1回しか行かれてないでしょこれを打ってみます。ちょっとクイーンします。めちゃくちゃ台を探した結果、ちょっと近江5を一旦打ってみようかなと思います。朝6連してる台ですね。打ってみます。さあ、この台でですね7戦使ったんですけれども、追加投資です。2枚目入ります。これパチンコはいくら一撃があるとはいえ、前半当たりなしとかだったら本当しんどいなこれちょっとポジティブには打ててると思ってるんですけどね。1回目がねすぐ鳴ったのもあったので、ちょっと2回目そろそろ欲しいなって思うところなんですが、まあそこはやっぱ319って感じですよね。そんな簡単じゃねえよっていうね。まあ自分も第2枚とか入ろうもんだったらちょっと周りの様子見に行きたいなとは思ってます。あのあっという間にですね1万円使い切ってしまいまして、あのポキュンが一発もなりませんでした。もう本当にもう映さないでくれ、モザイクにしてくれっていう感じなんですけど、これ打てるかなっていう感じの雰囲気はあるので、ちょっと2枚目入れていきたいと思います。来た、やっと来た、やっと来ました。これちょっと保留の変化ないけど、頼む、もし当たってくれ。ちょっとプレミアモードにしちゃおう。プレミアモードにしちゃったんで、プレミア出ないとちょっと鬼がかり3000の期待度はだいぶなくなっちゃうけど、来い、白ゲーだ、これはしびれる。一応ボタンランプでここ白くつけば当たり、しかも白ゲーなんで当たれば3000なんだけど、つかねーまあで、ちょっともうこれ以上押すのやめよう。久しぶりに白ゲー攻略戦見るな。赤ボタンで、まあここは行きます。で携帯の、ね、着メロみたいなチャンスアップもなかったですけど、フルシュとかから始まるとよくないな。頼むよ、マジでつかないな、つかないな、つかないな。よっ、あんまりよくはないんで、これが2回目も同じキャラだと熱い。
NG。 あー、これ弱い。一番ダメです。このパターンが一番ダメです。白芸攻略戦で2発目来るし、来い追撃しろ。あー、絶望的です。もう G に止まれ。あー、薄い望みしかないですね。ボタン、あー、デポだだよなーっていうね、だよなー、いいとこなかったもん。やっとなりましたね。でもこれで起きたんじゃないですか。ちょっとオカルト的なことを言うなら、あと外れたけどちょっとだけ気が楽になりました。ちょっとやめます。窓マギ打ってみようかな。では窓かマギかに移動してきました。申し訳ないんですけど全然演出わかんないです。ちょっととりあえず打ってみたいと思います。これはね、ラッキートリガーに入れるのがね、めちゃくちゃ難しいんですよ。トリガー入っちゃえばね、87% 継続で5連チャンしてくれると思うんですけど、そこに行くまでがすごい難しい。あら、数えたらダメでした。俺もこれ狙いだったんですけどね。レギュラー2回、単独ですか。レギュラー2回単独、じゃあ打とうかな。まあ、常連の普段から打ってる方が見切ってるからね、うん、怖いっちゃ怖いけど他が当たってるでな。ブドウも悪いし、まあ、レギュラー2回単独って聞けただけ美味しいですけども。さあ早くも3台目。ただ言った通りこちらは、前日からデータを見て決めた狙い台です。なので投手急戦でやっとこう狙い台にはたどり着きました。今ね、話聞こえたか分かりませんけども、ちょいと聞いた限り、まあ、狙いは間違ってなかったなと。まあ、地元の常連さんがしっかりブドウ数えて見切った台をその後に打つってのはちょっと怖いんだけど、その他の狙い台が綺麗にはまってるからさ、まあ、もちろんこの後も自分の狙い台で、レギュラー確率がいい台、1でもいい台が入ったら打っていこうと思ってます。何にも起こんないや。ちょっと様子見てきます。ちょっと待ってくださいよ。ガットさん、チバリオは？あ、チバリオはもう本当朝のリセットだけ見て、あー、なるほど、本当にやめて、今もうパチンコで。それ16ってことですよね。いや、3000円はあっちに行ってます。あ、そうなんだ。あの、3000円しか使ってないんで、チバリオは。あ、そうなんですね、はい。ちょっとだけ気が楽になっちゃいました。よくないよくない。あれ、平山ガロやめてる。マノマギ打ってる。マノマギ打ってるの。マノマギ怖っ。いや、でもこれもすぐやめるかも。ちょっと余裕が出たらこれありかなと思ってたんですけど、ラッキートリガーの北斗まだ余裕がないんで。もしかしてヒゲさんもちょっと負けてますね。負けてる。なんかいつもとちょっと感じが違うんだよね。なんかやばい泥試合ですよ。すごい、全員フルトロールしてるから。ねえ、みんなでもうやりいく、ね、やりきる。同じ金額だって、みんな同じ金額負けとけばさ、うん、ねえ、みんな1位でしょ。合わせようぜみんなで。じゃあめっちゃ負けてくださいよ。いや、今いくら使ってるの。多分勝ち、今私2万です。俺だってこれ11本だよ。11本使ってるよ。ほら、やっぱ一番差ありますから。すぐ使うから。一番差あるじゃん、すぐ当たるじゃん、ジャグラーは。でもホームだからね。そうなんですよ、もう胃が痛いわ。もうこうなったらリゼルやるしかないっすね。よし、すべて頼みます。想像してる以上に本気です。ああ、もう心臓が持たない。37リーグってすごいね。みんなメンタルやられんだね。ガポリなら初心者から上級者まで楽しめるガチャマンボジュニア。美しい猛吹雪、氷山、メダルの大噴火、激火山、大迫力のタワー崩し、バベルのメダルタワーダブル、ホルカトルカせめぎ合い、ホルカトルカなどセガの人気メダルゲームが勢ぞろい。
70種類以上のゲームがスマホ、パソコン、タブレットでダウンロード無料で遊べる。ゲームするならガポリ、今すぐ急げ。